さあやっていきましょう。第5話、嬉し恥ずかしのやつ休み。あ、桜大戦2のね、第5話。まあ、ずっと桜大戦2やってるから分かってしょって思うけど、第5話の、その5ですね。昨晩、レニの、ね、入っている風呂に入っていって、レニが、女の子だったのかっていう、そういうことがあって、一夜明けて、一点冷静、大神将棋。一点冷静。もうちょっとなんかあってもいいぐらい、ギクシャクしてもいいぐらい。こいつはあのね、ロリを除いた悪いやつですって。もうちょっと糾弾されてもいいと思うけど、なんでかみんな受け入れている。レニが全然落ち込んでないからな、ちょっと。体調は全然気がついてませんでしたことって、うすうす気づいてたけどねえは良くないよね。うすうす気づいてて、なおかつ風呂に入りに行くはちょっとね。なお気づいてるのはもっと良くないよね。一丁目の選択肢、これ以外はちょっと選べないな。まあ、あのキプレイの自分からするとね、知ってるけどってなるけどさ、レニ女の子だって知ってるけどってなるけど、そこはちょっともうあのこの時点での大神との、 あの思考の乖離が甚だしいよな。仕方ない。そう言っとかないといけないと思ったのは、最近チャンネル登録者数が伸びてますね。うん、じわじわ伸びてる。1週間ぐらい前に123で、お、切り番やんけって思って見てて、でそれから1週間ぐらい経って5人ぐらい増えてるからね。いやー、なんだろうね、やっぱコツコツ動画上げてるからかな、この桜大戦2で。桜大戦2自体はあんまり見られてない気がするんだけど、なんかそれでもチャンネル登録者数増えていくのは嬉しいですね。もしこの動画を見てる人がいるんだったら、見て、なおかつチャンネル登録してない人がいるんだったらね、人助けと思って、チャンネル登録してもらえるとありがたいです。別に通知は切っといてもらってもいいから、チャンネル登録しといてほしい。そうして、いつか1000になったら、その時には外してもらえれば、いつ1000になるんだよって思う。知ってる？チャンネル登録者数がさ、1日1人増えたとしてもさ、365しか増えないんだ、1年間に。キネマトロンさんしますね。365ってことはだよ、1日1人のペースですら1000到達するのに3年かかるってことだ。収益化まで3年、遠すぎる。なんかの勢いでバーンとこう伸びなきゃ、いつまでたってもチャンネル登録者数1000とかいかねえよ。ある程度なんかこう、爆発力のことあるな、あること、犯罪に手を染めないと。ちょっとみんなに知らせに行こう。キネマトロンがないっていう、みんなに知らせればいいんじゃないか。そうですね。マリア？え、なんで？いや、みんなで探そうぜ。こういうなんかこの、独りよがりはよくねえよな。独りよがりだ。ワンマンプレイよな。不安がらせるっていうか、まあ、わからんでもないけど。テレレレレテレレレ。お、この旅館の中受けるんだね。鳳凰の間とか怪しくない？こっちもこっちも鳳凰の間。クジャクの間、スザクの間。鳥ばっかじゃねえか。ヒナの間がないな、ヒナの間が。脱衣所に置き忘れるマリアとかさ。レニー、レニーの見る目が変わってくる。レニー、体調がレニーを見る目を変えてしまう。レニーの目は変わってないか。レニーのこっちを見る目は変わってない。女の子同士だもんな。そう、いつの間にか女の子同士。朝から風呂に入ったら、ごまかすのにちょうどいいのはマリア。はい、それもいいな。マリア、一緒に入っていこうか。分かれよ、気づけよ。何を気づいてくれ、俺の瞳を見てくれ。これは別にそういうつもりじゃなくて、そのごまかすためにだな。はあ、ちょっと
冗談の通じないお嬢さんですわ。冗談が通じなかった。ただしレニとアイリスはごまかしたような。察しがね、ここで好感度が2倍ぐらい上がってくれない。2倍ぐらい上がってくれないと。時間はある、時間ないんだったらもう全部住み、あ、時間あるわ、やば。キネマトロンだぞ。どっかで使うしかありえんと思うんだけど、風呂場で露天風呂に持っていくやつがあるかないだろう。まあでもここまでせっかく来たんだし行ってみるか。露天風呂、いい風呂だね。ね、海が見える。鳳凰の間がね、なんか怪しくさい。ここが臭い。あ、え、いやー、さくらくん、その服はどうだろうか。ちょっとなんか攻めすぎでは。あー難しいね。2人並べてほしいけど、個人的には織姫かな。さくらのは白にピンクっていうのが安っぽいんだよ。なんか全部赤のがまだなんかかっこいい。そりゃそうだ。どっちかやりゃどっちか触るわな、そりゃ。何やってんだろう俺は。そりゃそうだ、さくらを、あ、いや、俺なんか今日バイクで帰りながら思ったんだよ。そういえば桜大戦1だとさくら選んでたなと思って。お、いい気が出したらしい。桜選んでたんだよ。エンディング桜だったんだよ。終わりの姉妹のシーンで口づけを交わしてっていう感じで終わったような気がするんだよ。にもかかわらずだ、なんかそのことをすっかり忘れてさ、なんか女のケツを追いかけ回してる。ダメだろこんな狼じゃってことを思った。なんかね、全然だよ。何すみれくんがとかって言っちゃってるのかなって、前回の選択肢ね。だからムカムカしてきてさ。いや俺はさくらだったはずだろ、なんでスミレに行ってんの。そんな大神さんは俺は好きじゃない、思いません、思いますよね。だからここからはちゃんとさくらを選ぶ。やっぱスミレなんだよな。やっぱスミレなんだよな。何が印象、正直者、この正直者に金の斧をやってくれ。これで好感度下がらない。おー、すみれくん、君はあれだね、懐が広いね。さすが財界の財閥のお嬢さんだけなことはある。懐が広い、あれで好感度は下がる。そして大神のその何だろう、正直なところに何かこう本当に何かあげてくれ。正直者、大が言ってるぞ。もうあとはスザクの間、そして庭ロビー、あ、こっちじゃなかった、上か、誰かが持っていったんじゃないかなと思うけど、なんかまだ他に選択肢があったな。ちょっともうちょっと考えた方がよかったかな。花組の誰かが行ってる、そういえばそうだな。他の部屋にも行ってみよう。
まあね、あの旅行、今回の旅行で一番インパクトあるのは、それはスミレの水着を剥ぎ取ったとこでしょうよって思うから、そこ正直こいつが一番怪しいよな。ああ。この部屋にいます。ああ、花組のみんなのうんぬんだから、キネマトルのことは直接聞けばよかった。おお、そうか、マリアの好感度を上げなくちゃな。直接聞かなくてよかった。絶対こいつが怪しいんだよ。こいつが絶対怪しいんだよ。絶対こいつが怪しいんだよ。ああ。もう全部大体部屋見たぞ。全部見たけどな。他にどっか可能性があるとかあるかい？部屋じゃない。庭？庭かロビーか。全部見てる見てる見てる。全部見てる見てる。ここ？じゃないね。一応庭見る。あんまりもうそのみんな海行くっつうのにもたくさしてらんないよ。さあ、そうね。コーランが実はなんかメンテナンスしてるみたいな。もう偉い。で逆に言うとコーラン以外拾ってないっていう。偉いなっていうかな。お、そうだね。なんでごまかしていかなくちゃいけないんだ。みんなに言ってこ。みんなに言ってこ。なんで嘘つかなくちゃいけないの。隊員に対して。俺嘘つくの嫌いですよ。キネマトロンどこにあんだよ。こんだけ方々を探しても見当たらんのか。1時間ぐらいに探してるぞ。しかは探してないか。おお、カンナ。いや、カンナ揃って海に。いやー、ま、なんでこの選択肢に次元式の選択肢なんだろうな。なんだろう、なんかあったのかな。またほう、何かをマリアが思いついたようだな。一体どうしたの。キネマトロの破片じゃないか。なぜそれを。ほうほうほう。うん。ということは旅館の巣に持ち出されていた。しかもすでに粉々になっている。ほう。急に不穏になるのやめてくれ。この辺のはずなんだけど。そうですね。急にボイス。初めから旅館の人に聞けばよかったってことだったのだろうけどさ、何者かがそれできなかったから通信機を持ち出して破壊した。怖いですね。そう考えるのが自然ですね。怖いですね。でもそう、そこに何か光るものが。怖い怖い。あの岩陰です。行ってみましょう。みんなで動いた方がいいと思う。みんなで二人で動くんじゃなくてさ、だってこの間にさこの間に花組の連中が襲われとるかもしれないじゃん。ここで破壊したようですね。隊長クラス二人がさ、しかし離されたとあったらさ、違うと思うな。これでしょう。俺たちの妨害、通信を妨害するため。
私もちょうどそれを考えていました。うん、早く帰ろ、早く戻ろ、花組が危ない。これはあくまで私の考えですが、はい、犯人は私たちに通信をさせたくなかったのだと思います。実際通信できなかったら後部が届かないからな。後部が届かないということはだ、丸腰ということだ。つまりそれを妨害されたら、まだ決まったわけではありませんが、その可能性もありえます。この熱海で一気にこう、一気にこう魔装騎兵で襲われたら。了解です。隊長、撃つ手なしだぞ。あそこに洞窟があるようです。調べてみませんか。え、行かねえよ。え、なんで、なんで行くの洞窟に。まずさ、まず隊員と合流するべきじゃない。その木の切れ端に火をつけて洞窟の中に投げ込んでみてください。なんで。ちょ、マリア、あんたおかしいよ。燃えてますね。では入りましょう。なんでだよ。だからその途中でさ、探検するの楽しくなってるだろ、マリア。ということは酸素があるということですって言うんだろ。中の空気は濁ってないということです。あ、はい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 、あ、はいはいはい。そんなことよりさ、もしも他の花組のメンバーが襲われてたら大変だからさ、戻りませんか。結構奥まで続いてるな。足元が濡れて不思議だ。なぜ洞窟に入ったんだこの二人は。潮が満ちると海水がここまで入ってくるのかもしれません。いや、だからさ、私は泳いだ経験がほとんどありませんから少し不安です。この脚本書いたやつ呼べ。ちょっとあまりにも強引すぎる。洞窟に入る理由がなさすぎて強引すぎる、はい。お、何かあるぞ。隊長、これを見てください。無線通信機。通信機は一体誰から。隊長、どうしますか。受信してみるでしょう。遠隔通信機がある以上、犯人は隊長は周りを見張っていてください。はい、任せるよマリア。はい。水子か。俺だ、金剛だ。金剛、まさか国旗界の金剛か。水子、作戦はどうだ。奴らの通信機は破壊できたのか。なんて間抜けな国旗会。そうか、これでカニキランは丸腰ってわけだな。丸腰だよ。まったくおめえは大した女だぜ。でもこれさ、通信機、通信機がさ、たとえ健在であってもさ、熱海行ってるところを襲えばさ、結局後部は間に合わないんじゃないか。そうだな、海かな。ノルマンディ上陸作戦。あ、逆を選んじゃった。そう、ね、海から上がらせればよかった。間違えた。山からか。分かったぜ。なんか山から来られる方がやばいような気がするな。潔くさ、通信云々こういう小細工せずにさ、熱海いるところをバーッとさ、バーッと襲えば多分ひとたまりもなかったよ。バーッと襲えば。さ、どうする。隊長、大変なことになりましたね。そうですね。
この通信機を使って。はい、こちら帝劇銀座本部です。銀座にあるんだ。大神です。緊急事態発生です。国旗会が襲撃してくるという情報を掴みました。なんですって。いや、すごい展開だな。ご都合主義だな。もしもその洞窟の中でこの無線機がなかったらもう積んどるよな。はい、お願いします。どうした？海水がね。戻ろう、急いで。とりあえずマリア、服を脱げ。隊長、あなたも泳いで脱出してください。マリアは？私は隊長の足を引っ張りたくないんです。はあ、国を捨て、はあ、家族を失った私にとって隊長は、花組のみんなはかけがえのない宝物です。ええから服を脱げ。服脱がんと泳げんぞ。そんな泳ぎの上手な人じゃないと。隊長が必要なんです。隊長、いいから服脱いで泳ごう。花組のみんなを失いたくないんです。水を吸ってさ、溺れる可能性があるからさ、一枚でも服にさっさと水に飛び込めば、泳げないったって犬かきぐらいできんでしょう。強く励ます。男大神、バカなことを言うな。マリア、こんなところにマリアを置いていけるわけないだろう。マリア、一緒に行こう。この洞窟を出るときは絶対にマリアと一緒だ。隊長、なんか上がっとるけど、だからまず脱がせましょう。隊長と一緒に行きます。具体的にどうすんの実際。まあ大神はさ、海軍のさ出だからさ、それなりのレスキュー図とかも知ってそうだしさ。服脱がんないの。服脱いだ方がいいよ。大神はともかくと知って。脱がせろそこの金髪を。危険だから。素人が着衣のまま泳ぐのは危険だから、とりあえず脱がせよ。大神もこういうところで狙ってないな。そういうことを狙って。まだ息はあるぞ。どうするんだ。早く岸に上がるべきだと思うけど。ああ、祈る。手を握る。普通に心臓マッサージ、人工呼吸をすればいいだろう。手を握ったってね、意味ないよ。はいはい、早く軌道確保。あ、隊長、なんだか残念そうな顔をしてませんか？うるせえ。早く花組のみんなと合流しろ。本当にありがとうございます。あんたら二人こうもたくさやってる場合じゃないんだ。力強くて温かい隊長の手の感触がまだ残っています。こいつの大概だぞ。なんか私を助けるためにずっと手を握って、そういうことしょる場合じゃねえんだろうが。はよ行け。さっきのあの洞窟の中での隊長が花組に必要なんですとか言ってた、あれは何だったんだよ。今ここでこうジーンとかしてる場合じゃないから。この音は早すぎる。そして証言はものの5分ぐらいで銀座から熱海まで。ちょっと誰か計算して、5分か10分ぐらいで証言まで来てるけどさ、証言丸 の飛行速度どれくらいなの？イカばかりなの？てて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 てちゅうところで多分セーブですね。よし、ちょうどいいかな。カットするとこもないね、今回はね。ということで、まあ今回はここまで。次回がね、戦闘パートになると思うんでね。
またあの編集技術の編集の腕の見せ所ってなもんですな。編集楽しみだぜ。だいたい動画を撮ってから編集するのがめんどくさくて、で何日か塩漬けにしちゃうんだけど、まあ1日1本のペースでやってるんで、明日もなんとか撮って編集してあげられたらいいなと思います。それじゃあまあ今日はここまで。ほんなまた。